れは？エテモンが僕たちの居場所を知るためのネットワークに違いありません。何してますねや？やっぱりエテモンのネットワーク情報です。他にも何かつかめるかも。何このマーク？メール、開けてみます。助けて。私を助けてくれたら紋章のありかを教えよう。紋章だって？何者なんだ一体？ともかくこのメールの発信元に行ってみますか。そうだな、確かめてみるか。そろそろのはずですが。よし、みんなで手分けして探そうぜ。壁、もしかして光った！これが僕の紋章。やったね、タケル。どうやら罠じゃなかったみたいだな。メールの続きが届いてます。残りの一つの紋章は助けてくれた後に場所を教えるだそうです。紋章はもう一つあるみたいです。じゃあ早速助けに行こう。ねえ、あれ見て。あれは間違いありません。アンドロモンのいた工場やケントルモンの遺跡で見たのと同じ文字です。ああ、あの時の。この世界では壁に書かれたプログラムがエネルギーを生んでいるんです。壁に書いた文字でそんなことができるなんて、コンピューターの中じゃあるまいし。わかりませんよ。この世界はデータやプログラムが実体化した世界なんじゃないかって僕は思ってるんです。そういえば前にもそんなこと言ってたな。ここがデータの世界ってことは私たち自身も。ええ、実体のないデータのみの存在です。それは生身の肉体じゃないってことか？幽霊みたいなもの？近いかもしれません。じゃあ本当の自分はどこにいるんだ？おそらくまだキャンプ場にいるのでは。じゃあここはゲームの中みたいなもの？そこまで簡単じゃないけど。あ、どうした？ちょっと待ってください。アンドロモンの街で見たプログラムと源内さんがくれた地図を合わせればこの世界の地図になるはず。広いな、地球と同じぐらい。むしろ全く同じなんです。え？この世界のネットワークと僕たちの地球のネットワークの形は全く同じ。つまりこのデジタルワールドは
僕らの地球の影のような世界なんです。地球の影？ここは地球だったのか。じゃあすぐに元の家に帰れるの？いや、すごく近いけど、ここは地球そのものじゃない。ますますどうしたらいいのかわからなくなった。とにかくメールの差出人を助けることが先だ。小次郎、どうすればいい？メールについてきたプログラムを実行します。そうすれば。ああ、奥が外が見えるよ。さっきのプログラムで空間をつなげたらしいです。よし、行くぞ。そこに差出人がいるはずです。あ、あれは。一体どうなってんの？選ばれし子供たちが逃げちゃうじゃない。ですから、このピラミッドのホストコンピューターの異常を直せば。ナノモンね、お仕置きしてやるわ。ピラミッドには普通は見えない隠し通路があるそうです。今回はあくまでも差出人を助けてソラ君の紋章を手に入れるのが目的だ。うんうん、くれぐれも余計な戦闘はしないように。わかってるって。で、出発だ。ここに隠し通路があるはずです。これですね。これで通れるようになったの？ここにあるのは見た目のデータだけで中身がないんです。みんな注意して進むぞ。
Thank you.
ガフレーム。よし。電流でも流れとるんちゃいますか。ですが隠し通路の入り口部分だけは見た目のデータになっているはずです。ということはそれ以外は電流がビビってるね。ジョー、当たり前だろ。臆病すぎるんだよジョーは。どうせ俺たちはデータなんだから。大地、あなたね。ソラ君、声大きい、気づかれちゃう。で、入り口はどこにあるんだ。ここです。そっか、さ、行こうぜ。